はい、改めまして、京都国立近代美術館の平井と申します。よろしくお願いいたします。本日は、とてもいい天気の中当館に来ていただくことを選んでいただきましてありがとうございます。本日は、中谷先生ですね、大阪団の研究の大家であられる中谷先生の、講演会をさせていただきたいというふうに思っております。私が喋っているよりもあれですので、もう中谷先生にお話を始めていただこうと思います。では、中谷先生よろしくお願いいたします。中谷です。どうもよろしくお願いいたします。今日大阪の画家たちの交流としまして、京都と、ね、大阪で活動した、画家たち、彼らの活動とその交流といいますのはね、その今日ここにおられる方は京都の方が多いのかどうか分かりますが、多分多いんでしょう。京都はね、京都の中でものを考えるんです。京都のことなんか京都の文化だと言って大阪は出てこないですよ、あんまりね。でね、大阪は大阪でね、大阪のことは言うけども京都出てこない。だからなんかこう大阪と京都がね切れてるんですよ、意外と。しかしそれはね、近代化していく中でそうなってきてると思います。これだけ交通がもう便利で近い、すぐ元隣であるにもかかわらずね、何かそういう形になりつつあるような感じが私はしているわけです。ところが今日まあ私がお話しする江戸時代から近代にかけての大阪と京都は大変密な実は交流があった。時間かかるんですよ、淀川でね、淀川行ったり来たりしないといけない、半日から丸一日かかるんだけれども、大変まあ密な交流をしているということが分かる。ですからまあそのあたりのことも含めまして、京都と大阪の美術に関してお話ししたいと。でね、この展覧会というのはもともとこのイギリスのロンドン大学と、それからブリティッシュミュージアム大博物館と、それから私が勤めておりました関西大学と、それから京都国立近代美術館、こちら その研究者が集まって、だいたい4年ぐらい前からですかね、4年ぐらい前から研究会を開きまして、日本でも開きました。それからイギリスも行きまして、こちら の平井研究員もロンドンまで行って発表したりしてですね、研究をずっと欧米の人と積み重ねてきて、その結果この展覧会が実現したということで、研究展的な性格です。ですからちょっとあまり言うのもどうかなとは思いますが、どんどん人を入れようとね、入れて何か稼ごうではないかという、そういう展覧会ではありません。もう非常に真面目といえば真面目、そういう、ね、研究の蓄積によってなされた、イギリスと日本との交流の展覧会と、こういうことで、今これが2019年ロンドン、私も行きました。でそのロンドンのこれ大博物館なんですの中で、大博物館の資料をいっぱい出してもらってですね、そこでその交流を重ねたと、こういうものが積み重なって今回の展覧会に結実している。それで大博物館からも20点作品をこちらに持ってきております。大変持ってくるのが難しい、初めは断られたというような作品も入っておりますので、ぜひこの機会に見ていただきたいと。なかなかね、そのイギリスに行っても見れませんよ、いつも並んでるわけではありませんのでね。で、これその風景を、それで何といっても中心となりますのが木村蒹葭堂であります。大阪の木村蒹葭堂、大阪の木村蒹葭堂と言いますけれどもね、蒹葭堂というのは単なる大阪の人ではありません。大阪の人なんですけどね、ただいわゆる全国区です。日本全国から蒹葭堂に会いたいというので人が押し寄せたわけですから、彼のところに。しかも海外からも来たわけですのでね、韓国からも、
朝鮮半島からやってきて、どうしても喧嘩堂に会いたい、あの有名な喧嘩堂に会って、そして絵画の1枚も簡単に描いてもらって持ち帰りたいと言ってきてるんで、その時に喧嘩堂はわずか29歳ですよ。すでにもうそれで海外まで名前が通っていたということ、これをね見逃してはいけません。これは谷文晁が描いた木村蒹葭堂肖像です。谷文晁は江戸の人ですが、木村蒹葭堂に若い時に出会って感銘を受け、そして生涯木村蒹葭堂を慕って活動した人であります。蒹葭堂ね、このこれ見てますとね、戻らない、笑ってますよね。このね笑った肖像画ってのは大変珍しいんですよ。あの東アジアで、中国とか日本とかね、韓国ベトナム、東アジアでね、この笑った肖像というのは大変もう限られてる。というのはあのアジアではね、その笑う近代になったら別ですよ、ね、近代あの近世まで少なくともね、あの肖像画というのはその人の人格、学識、あるいはその人の生涯、それらがね一枚の絵画の中に詰め込まれたものと考えてください。だからある一瞬をね切り取って描いたスナップ写真的なものではないんですよ、アジアの肖像画というのは本来ね。ですからその笑ってるのはほとんど少ないと当たります。みんなね怖い顔して、なんか結婚式の見合い写真みたいな顔してるんですよ。怖い顔してみんなで押し黙ってる、それはそういう意味があるからです。笑うというのはある一瞬の動作ですからね。ところがね、この蒹葭堂の肖像画笑ってるんですよ。ですから一瞬を描いたのかではないとすれば、蒹葭堂はいつもこうしてニコニコ笑っていた人なんだよね。豪快にハッハッハッと笑っていたんだなと、そうなんだろうという意見もあれば、いろいろあるんで、これに関してはまあいろんな人がいろんなことを言ってるんだけど、別に決定的な根拠がないからね、わからないんですけども、でいやいつも笑ってたんだと彼は、だから谷文晁はこんな笑顔の蒹葭堂を描いたんだという人がいたら、え、これ森鉄山、その周辺にいた人です。森鉄山笑ってないですよね、怖い顔してる。蒹葭堂像、森鉄山描いた、これ安政6年となってますが、出版されたのが安政6年ですね。森鉄山はもちろん本人を見て描いてるわけです。こっちは怖い苦虫を潰したみたいな顔になっておりますから、いやこれはちょっとじゃあ違うなということですね。じゃあ蒹葭堂の実像ってどうなったんだということであります。かなり神経質なところもあったようです。ですからなかなかね実像は分かりがたい。でこれはその先ほど言いました谷文晁の弟子の高川文泉という人、この人は長崎に行って勉強して洋風画も描いた人ですが、信州の人なんですけどね、高川文泉が蒹葭堂像を描いていますが、これさっきの谷文晁のね初めの蒹葭像と似てますね。あれをまあ写してるんですよ、あれを墨で写したもの。周りに立部綾太という人と椿椿山という画家がこの下にサインを入れて文字を書いています。この周りは赤い字で書かれているのは蒹葭堂を称える歌です。蒹葭堂というのはこういう人で、こんな立派な偉い人ですよというふうに、まあ周りに書いてあるわけですね。でこういうもの、これはまあ蒹葭堂の40回かなんかですね、天保12年に描かれて、おそらくまあ蒹葭堂を称えるその前にかけられたというものであります。まあ、蒹葭堂は博物学者としても有名ですから、ともかくまあ世界中のいろんなものを集めて、そのコレクションを作った。ですからあのみんなその蒹葭堂のところに来てですね、見せてもらいたい、まずは蒹葭堂が持っているものを見たい、見せてほしい、次に蒹葭堂と話してみたいと、まあこういうことなんですよね。それがまあ蒹葭堂詣でとなって、日本各地から彼のところにやってきたと、こういうことになります。で、まあ、この貝殻のこれ蒹葭堂が集めたものの一部ですが、こういうものもいっぱい集めておりました。それからまあこの展示されております、ね、あの3階に展示されておりますが、蒹葭堂日記、これはね蒹葭堂が亡くなるまでの24年間にわたる日記なんです。で安永8年から今日は2年前での部分、ただ24年間だけど24冊は見つかっておらずに、現存は20年間分しか見つかっておりません。掲載人物は約4万人以上ということですが、あの蒹葭堂の研究者の水田先生の書かれているものを読みますと、数えるのは大変だ、ね、
これ黒はね喧嘩堂を訪れてきた人の名前です。赤は喧嘩堂が訪ねていった相手ということですね。でこればっかり名前ばっかり書いてあるんですよ。もうびっしりどこまでも。そうしますとね、これを数えていったところでね、人数なんてなかなか大変で、しかもいろんな名前で出てくる一人の人物がね、違った名前5とかで出てくる場合もありますから、これを数えるのはなかなか大変で、まあ、一応今のところ3万9000人以上、まあ、約4万人以上というふうになっておりますが、あとまだね残り4冊はどこにあるのかと、これがまあ出てきたらまたまた新たな展開になるだろうと思います。でね、これ喧嘩堂山水図、昔から有名な作品なんですが、あまりまあどう見ても大してうまくないんですよね。まあこういっちゃ喧嘩堂に悪いけども、まあ半ば趣味でも、まあね、絵画描いてるわけですから喧嘩堂は。でどう見てもそううまくないで、まあね素人の人だから、要するに酒造業ですからね、酒造りですから、酒造りのまあ非常なお金持ちですから、道楽でやってるから大してうまくないと思うんですが、これ私がなぜこんなこと言ってるかというと、私が学生時代にはですね、もう今から半世紀ほど前になりますが、私が学生時代にはね、これとかね 3、4、5点ぐらいしかね喧嘩堂の作品って見ることができなかったんですよ。喧嘩堂の研究も進んでいないし、またその喧嘩堂の作品自体も見る機会が極めて少なかったということですね。それでこれがよく出たんだよ。この頃全然出さないんですよこれ。でも昔はこれ、あ、喧嘩堂はこういう画家なんだ、こういう画家としてはね、こういう人だということでありましたが、本当はいろいろうまいものもあるんですよ。ただね、なかなかその見る機会がなかった。そのために喧嘩堂のまた絵画の評価も遅れた、非常に遅くなったというさまざまな要因があるということです。でこれ展覧会場に並んでいると思いますか、3本並んでるんですよね。右から大画、真ん中が喧嘩堂、左端が谷文晁です。ちょっと写真悪くて文晁暗くなってしまいましたが、まあ見たら一目瞭然で、大画と文晁はやっぱりプロの画家という感じで、喧嘩堂はちょっと素人風だなという感じは分かるんですけれどね、分かるんですけれども、ただその喧嘩堂の絵画というのはね、何かねある種の明るさ、陰気なところないんです。何らかの明るさがあるんですよね。それでうまいとか下手とかを超えて、これは非常に爽やか、見ていてねすっきりこの入ってくるというものでもあるんです。いいところを言えばね、そのうまい下手で言えばそれは大河うまいに決まってますよ。文晁だってそこそこ書きますからね。それと比べてどうこうと言っても始まらないんですが、ただそういうね爽やかなところがあります。小説家の芥川龍之介は胃をねある時病んでて、もう気分悪い、今日はもう朝からというか最近特に調子悪い、それでね博物館に行ったらしい。まあ仕方ない、もう博物館でももう見る気しないと、なんかいっぱい作品あるけどもうつまらんなと、もう体調も悪いからもうこんな やめときゃよかったと思って回ってたところ、あるところある作品に前に来た時にほっと思って、おこれはいいなと、何か急にその体の痛みが薄らいでいくように感じたと。でそれは木村喧嘩堂の作品でありました。そういうね何か喧嘩堂にはねカラッとしたねまあ、都会的なというか非常にいい側面があります。だからそれをねちょっと見ていただいて、これ比べてですね、もちろんまあ絵画のうまい下手もまあ比べていただいて結構なんですが、そういうことがあります。まあ大画にしたって大画のこれに習って描いたということですね。木村喧嘩堂乱石賞金図、さっき見ました風景画と違います。なかなかうまいですよ。筆がね墨がの微妙なニュアンスをよくつかまえています。ですから喧嘩堂がまあ本当に素人で下手なんだというのはちょっとねやっぱり割り引いて考えないといけない。そんなむちゃくちゃなレベルの人ではもちろんありませんが、そこそこ本気で描けば描くんですよね、ということです。私と次にね今度講演をされる明夫先生おられますがね、明夫先生と私とそれとあとこの間出ました橋爪先生とか、
この辺りでね、調査でね、韓国に行ったんですよ、我々ね。で、韓国に行って献花堂の作品を見に行った。韓国にあります、中央の国立博物館にあります。で、それは朝鮮通信使が日本にやってきた時に、ぜひともあの高名な献花堂先生に絵画を描いてもらいたい、29歳ですよ献花堂まだ、と言ってやってきた。で、実際に献花堂に描いてもらって、それを韓国に持ち帰ったんですよ、昔、当時ですよ。それが今残ってるわけです、国立博物館に残ってるわけです。で、それをまあ調査しにまあ見せてもらいたいということで、まあ出かけていってですね、我々。そしてそれを見たんですが、29歳の献花堂の、ちょっと今日お見せできないの残念ですが、29歳の献花堂、そこそこうまいです、すでにうまいです。だから、このね、うまい下手といってもね、なかなかね、目的がありますからね、絵画を描くね、難しいんですよね。で、蘭石正金図もなかなか筆の跡が生きております、こういうもの。でね、今日大阪の人的交流ということをちょっとおさらいをしてですね、ちょっと教科書的なんですが見ておきましょう。大岡俊睦、大阪の大岡俊睦ですね、大阪の大岡俊睦の弟子が伊藤若冲であります、京都の伊藤。これが最近分かってきたことでありまして、ほぼ確定ということになりつつあります。伊藤若冲の先生が大阪の人なのかと、大阪の俊睦、意外だなと皆思ったんだけども、まあ大岡俊睦はいっぱい版本とか版画集、手本ですね、絵手本出しておりますから、まあそういうものを学ぶということは不思議ではないでしょう。それで、池の大河の弟子木村蒹葭堂、それから大岡俊睦にも木村蒹葭堂は習っています。ですからこの辺りの京都の人脈というのはね、かなり密につながっているということをご理解いただけたらと思います。で、伊藤若冲は梅沙王と関係が、ね、深かったわけですから、梅沙王はまた蒹葭堂とも関係が深く、そして先ほど言いましたように、江戸の谷文晁は蒹葭堂を生涯慕っていたわけです。こういうその今日大阪の画家たちの交流、人的な交流が、まあ、この今回の展覧会をずっと見る中で鮮やかに浮かび上がってくるというふうに思っていただけたらと思います。梅沙王は相国寺の大典建長と非常に親しかったわけですから、大典はまあもう皆と付き合ったわけですけどね、こういうね、人間関係というものがはっきりと見られる。で、こういう基軸の中で京都大阪の絵画画家たちというものが交流し活動を行ったというのが近世の、まあ、18世紀ですね、18世紀から19世紀にかけての日本の、まあ、江戸の絵画史であったということが分かります。それで大岡俊睦ですが、これ何話および淀川沿岸名勝図鑑と言います。延享2年1745年、淀川堺から、大阪の堺から、まあ堺はまあ摂津の国とね、河内とかあっちのとの堺にあります、ね、それで堺なんですが、この堺から淀まで、京都の淀までですね、淀川を描き、その淀川の沿岸をまあ描いたものであります。次のね、展示の時に見れると思いますが、これ今広げております、今大阪のところから京都へ向けて広げてありますが、後期にね、一番最後の淀まで開かれますから、淀、これぜひ見ていただきたい。で、淀のところの後ろにね、文字が俊睦は書いてありまして、言葉を入れておりまして、いや私は大阪と京都を行ったり来たり、船でね行ったり来たりしたと、でその時に私が実際目の前に見たものを描いたんだと書いてあるんですよ、俊睦は。だから実際に見たものを写実的に描いたと、まあ、取れるわけですね。で、まあこれ見てたら、これ道頓堀がこう右側にありますね、これ見たのかと、俊睦は船の中から見れるわけない。これは彼はセスナかアドバルノンに乗ってこう、ね、上空から見たのかということになるわけですね。上から俯瞰的になってますね。だけど本人は私は見たまま描いたとか言ってるんですよ。 で、ですからちょうどね、これが1745年、18世紀の中頃というのは日本人が外の世界を写実的に、自分の目の前の日本の風景を写実的に描こうとした時代に入ってきたんです。と言ったら皆さんえらくね、いやそんな富士山なんか昔から中世から描いとるじゃないかと思うかもわかりませんが、
あれは一つの型としてね描いてるわけで、写実的に描いてるわけではありません。写生ではありません。基本的にはね、やっぱり写生的なものが始まるのがここからなんです。いわゆる神経図といいまして、画家が目の前の風景を絵画化するという神経図が登場してくる時代なんです。その最初のものですから、大岡俊木はいや自分が見たものをそのまま描いたんですよというのもね、嘘を彼は言ってるのではなくて、彼自身はそういう気持ちがあったんでしょう。それがあって、それを絵画化していく中でなんかこう俯瞰的なものが出来上がったということで、決して嘘を言ってるんじゃなくて、画家が自分の目の前のものを写生したいという気持ちが出てきたということです。それがね18世紀の中頃です。でそれより前はほとんどないんですよ、こういうものは。でこの後だから丸山応挙とかいろいろ写生の画家たちが登場してくるわけです。その一番走りとなるこれ絵巻でしてね、なかなか重要で、ある、まあ、高名な研究者の方はどうもこの絵画から丸山応挙の淀川図鑑が生まれたのではないのか、そういうことも考えうると書かれています。まあ淀川、まあ、ちょっとあれは見に分かりにくいと思いますが、全体をね見ないとねちょっとあれですが、これ室町時代です。雪舟の天の橋立て、さっき18世紀の中頃に神経図、ね、目の前の風景を写生的に描くというものが日本で初めて登場したと言いました。いや、まあ、雪舟これも室町時代に天の橋立て行って描いてますよということですね。これはねある種例外的にあるんですよ。例外なんですね。例外的だし、しかもまあ天の橋立て図、これに関してはねいろいろまあ昔から研究があって、よくわからない部分が未だにあるんですよ。本当にだいたい雪舟が天の橋立てまで行ったのか、もうすでに雪舟は高齢でした。80歳高齢です。その雪舟が山口からそんな天の橋立てまでね行ったのかと、本当におかしいという人も今でも研究者でね2割ぐらいはね怪しんでる人もいるんですよ。だけど一応学会の体制としてはもうこれは天の橋立てに雪舟は行ったんだということになっているわけですが、まあただそのまま写生したのじゃなくて、いろいろ中国のさまざまな場面を重ねてここにですね、それで島なんかもねちょっとこうやり直したんですね。だからこれはひょっとしたら下絵ではないのかと一時言われたのもそういうことなんです。こういろいろ紙が切ってましてね、切られたものがこう張ってこう構成されてるんです、全体がね。実際に天の橋ってここ見たってこうは見えないし、こんなにここにこんな大きな島が見えてこない。だからまあそういう意味ではちょっと写生とは言い難いんだけども、でも雪舟はある程度ものを目の前にして見たように描いてるわけですね。その意味で例外的に昔こういうものがあったということ、それからまあ大岡俊木のあたりまでなかなか写生的な絵画は出てこないと。基本的にですね、これさっきの大岡俊木ですが、道頓堀今とほとんど変わらないですね。と言ったらみんな、そうなのかと。いや、そのなんというのか、そのにぎわいですよ、ね、にぎわい、いや、にぎわいってこれ20人ぐらいしかおらん。違うんですよ、これ絵巻の中にね、こう小さいんですよね。1センチぐらいになるかならないかですよ、人物が。でそれをねここへ例えば500人も描きますか、500人も描いて、これ何回の絵巻だから、これだけいるということは相当人がいるとやっぱり考えないと、一人で何十人分も多分あわらしてるんだろうというふうに考えると大変分かりやすいと思います。にぎわっていました道頓堀ね。これ日本橋、みんな太宰門橋、今ある橋そのままかかってるんですよ。江戸の中期ですよ、大して変わっていない。高津、これ高津神社、高津、ね、まあ、その話はまたいいとしてキリがない。でそういうものがまあこの丸山応挙の淀川両岸図鑑とかにまあ、いろんな意味で直接間接に反映されたのではないかという、まあ、研究も出てきているわけです。応挙の図も奇妙で、これよく見てください。手前山逆さまになってる、家も全部下向いて、あれ逆か、なんでなんだ。これもねいろいろ言われてるんだけど、まあ研究上はいやいや、この船に乗って船から両サイドを見たらどうなるのかと、船から見たらねこっちはこう見えるでしょう、こっちはこう見えるでしょうと、逆にというようないろんな説があるんだけど、これもね決定的に
今どうだということは言うことはできないんですが、まあその春木との関係はどうなんだというね、その辺がまあ興味深い点であります。それからさっき、まあ春木の弟子、今そのさっきの弟子筋を当たってるんですが、伊藤若冲、部分を出しました。梅沢像部分を出しております。まあ、梅沢王との関係はね、みんな深いです。だから若冲も何点も梅沢王の作品を描いているわけです。で、並んでおりましたね、雲林宝山、梅沢王像、並べるべきなのかどうか。いや、これはいいですよ、これはいいもんなんですよ。平井研究員に行ったら並べるとか、そこまで担当者が言うのに反対はできない、並びましょうと。まあ並んだんだけど、まあでも何かね、梅沢王という人の立体的なねイメージというものが確かに湧いてきますね。その意味では割と展示としては面白いかなと思います。よかったなと、結果的にはね、私はちょっともう不安はあったんだけど、まあ、しかしよかったなと今はね思っております。なかなか可愛いもんでありまして、ぜひまた見ていただきたいと思います。それで今のその淀川、その後にまた若冲が状況集という版画を描きました。これは30何枚かの板を彫って、このモノクロ反対の反転しますね、ネガみたいになってますね、黒白が逆になったような感じがしますが、中国の、ね、版画にこういうものはあるんです。もう過去にもね、明代からそれ以前からあるんです。で、まあ、分からないんですけども、まあ、そういうものを基本的に使ってるだろうと、何らかの、ね、インスピレーションがあったんだろうと思いますが、まあ展示場でね、ともかくね、これまあ見ていただいて、ここの黒色本当にしつこく、もう真っ黒、深い黒ですね、もうすごいですね。もうここだけ見てすごい、もう他見なくてもここの部分だけこう切り取って黒見ただけで、いやこれはすごいなと思うものですわ。やっぱり大したもんだと思います。今日本に4点ぐらい残ってるんでしょうか、4点ぐらい。これは京都の国立博物館のもので、非常に綺麗なもの、傷んでいないね、綺麗なものです。もう少し傷んだものがまた他にもあります。でこれもだから、その淀川の大阪と京ですね、大阪と京を結んだ淀川を描いているわけで、その京大阪の画家たちの交流という意味でのですね、象徴的な意味も一つはあります。それから喧嘩道の先生が池の大河、もう一人が池の大河でしたね。あ、これ印がこれちょっと違うやつが入ってるのかな、マジか。音というかちょっと音なんですけど、変えたんですが変わっていない、ひょっとして古い、まずいな。まあいいです、池の大河ですね、これ音にまあ変えてください。うまいです、うまいと思います。書も絵画もね、圧倒的にやっぱりうまいと思います。この簡単に崩してこれも書いてますけどね、近くで見てください。ものすごくやっぱり素晴らしい字ですわ。その筆跡がやっぱりもうすごいですね。で絵画の方も面白い。でそれぞれの8つの情景に応じて描き分けております。大河はやっぱり、まあ、何といってもいろんなレベルが高いんですが、この赤も残ってるのも鬱陶しいですな。なんか違うような気もする、違うバージョンが入ったのかな、仕方ないですな、うん、これ三上高賢と池大河対話図、これが三上でこっちが大河なんですね。向き合って三上高賢の何かのお祝いに大河がこの絵画を描いて、それで出来上がりましたよと言って、ここに手に持ってますね、大河がこの巻物を持ってきたんです。ということはこれは何が書いてあるんですか、この中に。いや、この絵が書いてあるということになりますね。できましたよって、この絵を持ってきて、だから何かすごく現代風に言えばコンセプチュアルアートみたいな非常に変わった絵画とも読めるわけですね。これもね、近くで見ただいたら、ここの線描とか素晴らしいです。本当にね、線を一回引いてまた薄い墨をそこへかけている、あるいは薄い墨を引いてから黒い線を引いたのか
と思いますが、そこのね線描の重なりがもう素晴らしいです、ぜひ近くで見ていただきたいと思います。池の大河聖骨、大きなものですか。あ、これね、ありがとうございます。大河、皆さんね、水墨画というのはね、いっぱいまあ見る機会がある。でもなんか墨でね、山とか川を描いていて、どうなんだと、どれ見てもなんか同じようで、どうなんでしょうねと思う人もいるかも分かりませんが、それはね、やっぱりね、画家によってレベルはもう全然違うんですよ。でね、池の大河はどれほどすごいかと言いますとね、一例ですけれどもね、例えばこれは黒い墨をこう手前に使ってますね、ここも使ってますね。それでね、普通この水墨というのは濃い墨を手前に見えるんです、当然だからね、濃い墨は。で、薄い墨は遠くに見えるんですよ。ところがね、大河はね、濃い墨も、あ、ここも中景も濃い墨使ってるなと、遠景にも濃い墨使ってるんですよ。ほんで薄いものもあちこちにある。普通ね、下手なというか、まあ大河のレベルまでいかないとね、なかなかやっぱり濃い薄いがはっきりしててね、だんだん濃いものが薄くなっていって遠近感が現れるということになるんですが、ところがね、大河はもうこれがね、墨の色を縦横に画面にばらまいて、なおかつそれでも遠近感が狂わない。ちゃんと遠近感あるでしょ。で、これ聖子、ここ崖になってますが、ここに大きな空間が見えてますよね。大きな空間が見えてます。ですから、まあ、その辺がね、大河の力量で、普通これをやりますとね、バラバラに見えるんですよ。遠近が狂ってバラバラに見えるんだけども、絶対にそれが見えない。それがもう大河の力量、墨の力量だと思います。光天母説、さっき の8点のね、洗面画の1点ですが、いや、なかなかやっぱりうまいですよ。光天母説、山に雪が積もってる、それを描いたんだけど、一筆でね、スーッといったの。でもちゃんと雪が積もってるようにまた見えますからね。で、本当にもう象徴的な絵画というか、ごたごたと描かない、もう本当にその筆の味、力、もうそれだけで描ききるわけですから、これはもうなかなかやっぱり波の画家ではありません。さて、その大河に習ったのが木村が蒹葭堂ですね。さっきの話に戻っておりますが、蒹葭堂、いろんな絵画があります。蒹葭堂晩年60歳を過ぎてから、長崎派といいましてね、中国から入ってきた写実的な絵画の方へ戻っていきます。街道と朝顔を描いています。で、ここにね、新人、これのがいいのか、新人、低三女、これ色とか描くですよね。超新斎というのは彼のアトリエです。超新斎の中で描いたと書いてある。新人の低三女に習ってなんで、これ低梅という、まあ、中国の画家でして、新南品という人が、後でもちょっと話しますが、新南品が長崎にやってきます。その時に、まあ、ついてきたと言われている弟子なんですが、中国人の画家です。帝梅習ってと書いてあるんです。ですから、まあ、これもですね、なんでわざわざ私は誰々の絵画に習って書いてるんだと書くんだというんだけども、これはね、江戸時代の一つの、あり方です。文化のですね、つまり日本は明治維新以後、特に大正時代以後、あるいはまあ日清戦争以後ですかね、明治の中期の、中国趣味を極端になくしていきます。だけどそれ以前は圧倒的に中国趣味ですから、ともかく中国のものでないと収まらないわけですよ、みんなね。全部その中国趣味になっていく。池の大河は池のなんですよ、もともと名前はね。だからのとって池、大河でしょ。三文字というのは、つまり中国人に近い名前がですね、4文字は、まあ、ダサいというわけじゃないけど、なんかハイカラじゃないなと、まあ思うわけでしょう。一時ね、私が大学に勤めて10年ぐらい経った頃でしたかね、入学生がね、どんどん入ってきて、1年生は毎年ね、こう名簿でこう名前を読むたら、まあ変わった名前ありましたよ。
マリアさんなんかザラにありましたけどね、マリアさんとかね、いろいろ欧米風の名前です、ね、あのヨーロッパ人の名前を無理やり漢字にしたような、いや日本人ですよもちろん、 だけどそれ憧れてるんですよね、日本人が欧米に。なんかおかしくエカテリーナさんというのもいました。これロシア人、ね、ちょっと違うんやけどね。あのだからそれはね、今でいうと何歳なのかな、ちょうどその子供たちのお母さんが今だとやっぱり60、もうちょっと前かな、60歳前後の世代でしょうか。すごくねやっぱり西洋に憧れた世代ですわ、日本人の中でね。でそうするとね、自分の子供たち、男性は必ずしもそうじゃないんだけど、特に女の子が生まれるとね、その欧米風に読めるような名前をどんどんつけてました。もう本当にね、何子なんかいなくなってしまった。何子さんって昔はほとんど何子さんだった。でも何子なんか全然いない、もう読めないや、ルビー振ってないと読めませんよ、これ何と読むのかというね、名前がずっとありました。最近またちょっとその風潮でもなくなってきて、別の意味でちょっと変わった名前がまた流行ってますけどね、親もまあ勝手な名前どんどんつけてね、子供が大きくなったら、どう思うのか知りませんが、まあしかし江戸時代は中国趣味でありますから、これは定三女定梅に習った絵画なんだというところで箔がつくんですよ、この絵画は。その非常に大きな価値を持つわけですよね。でその意味で喧嘩堂もちゃんとここに定三女と名前を書き入れたわけです。展示されております大阪文人合作選面、喧嘩堂ここにあります。喧嘩堂、喧嘩堂、欄に岩を描いております喧嘩堂ね。でその他こういろんな儒者とか画家たち、最近有名な通り中村法中、大阪琳派の法中も描いておりますし、最後にここに松本法治が風景画を描いて法治と名前を入れておりますから、多分、こういう寄り合い書きというのはここの左側の下を押さえた人がこのプロデューサーというか、これの作った、持ち歩いてですね、これを作った人、いろんなところに歩いて喧嘩堂のとこ行き、喧嘩堂先生書いてくださいと言って書いて、次々回っていって仕上げたものだというふうに思われます。これなんかもですね、いろいろその文人たちの交流というものがこの一枚の扇面の中に凝縮されているという点で大変まあ価値のあるものであります。それでね、文人画の話をさらにちょっと続けますが、文人画は大阪であると藤岡作太郎は言いました。この人は国文学者でありましたが、美術史の方でむしろ成果を大きく残しております。近世絵画史という本を出しましてね、明治時代の人ですが、江戸中期は今日池平らがの文人画が栄えたが、その後江戸後期は文人画は大阪に移ると書いてるんですよ。大阪がその中心地になったというふうに、藤岡作太郎は著書で書いております。喧嘩堂とか岡田米山人とか、さまざまな文人画家たちが大阪で活動いたしました。ところがですね、全然この辺りが評価されなくなっていってるわけでしょう。大阪のところがね、京都はまあいいんだけども、大阪で、藤岡作太郎は40歳で亡くなってしまいますので、まあそれ以上生きていればさらにまた影響力はあったのかなかったのか分かりませんが、東京帝大の先生になりましたからね、分かりませんが、ともかくまあ亡くなってしまう。それで藤岡作太郎があれだけ大阪に注目して、近世絵画史の中で大きくページを割いて大阪の画家たちを次々と紹介したにもかかわらず、ほとんどそれが評価されなくなって、特にもう第二次世界大戦以後はですね、ほとんどもう研究者の間でも名前が出てこない、学生も誰も研究しようとしない、忘れられていったんです。でそれらの画家たちが今回の展覧会にぼちぼちと出てるわけですよ。だからそこをね、ぜひ見ていただきたいというところなんです。ですからまあいろいろ見方がありましてね、美術史というのはやっぱり作られるもので、人が作るもので、実際現実というか事実がそこへ並んでるわけでもないんですよ。美術全集見た時もね、誰かがそれを編集したわけですから、その編集者の価値観で並んでるわけで、それが絶対正しいとは言えないわけなんですよね。それをだからこう問い直していかないといけないんだけど、見る機会がなかったら評価のしようもない。でその意味でまあ今回の展覧会は非常に大きな
初めてと言っていいぐらいの大きなこの辺りの画家をどっと並べた展覧会であります。非常に重要な展覧会であろうと思います。ちょっと写真が悪いですが、しらちゃけてますが、まあ大阪の岡田米山人、文人画家としては大阪を代表する人ですね。まあ米山人はかなり有名な人でね、もともとまあそれなりに研究はあります。米山人に関してはね、その周辺がねほとんどまあなされなくなった、忘れていった、藩校がまあ少しあって、あとはもう全然研究がない。これさっきの扇面で、これが喧嘩堂、これ孫斎とありますね。喧嘩堂がここに岩に蘭を描いております。宝治、松本宝治、松本宝治という人はこういうまあプロデューサー的な仕事をした人で、展覧会場にも並んでますが、いろいろなその画帖を作っています。いろんな画家に描いてもらって、その一冊の本に仕上げております。でそのプロデュースをやった人です、宝治ですね。並んでおりますが、入ったところの上田校長、大阪の上田校長ですが、奥の細道図襖、これ月日は100代のことずっと書いてあるんです、ね、それは武尊がやっております。ですからこのこういうふうにですね、武尊をまあ写したというか、武尊にまあヒントを得てこういうものを書いておりますが、やはりあの今日大阪の交流としては絶好の一つの作品であります。これ見てください。ちょっと写真悪くて申し訳ない。上田校長、これ出てるものですね。与謝武尊、奥の細道図、これもうほとんどよく似て、この馬まで似てますね。今場所がこれ、これから旅に出るというところですね。 ここにありますね、こういう形、そして全文をここへ文章で入れてという、こういう、まあ、並びであります。さて文人が少し話してきますが、あのトトキバイガイという、まあもうほとんどね一般の人はあまり知らないんじゃないかと思います。しかしバイガイは字も書けるし、あの絵画も面白いんです。でもこの辺りがもうほとんど捨てられるような状況であります。どうなっとるんだと日本は。でこの私はいつもこのトトキバイガイとかが分からずして、文人画は本当に日本の文人画は分かるのかということをね、いつも言ってるのはそういうことなんです。あの重要です、バイガイはですね。で日本のその文人画、中国の文人画を受け入れた日本の文人画がをですねがっちりと受け止めた一人であります。これ、展示並んでおりますから見てください。何なんだと、これはえらい漢字ばっかり書いてて分からん、そう思われるかも分かりませんが、絵が入ってまして、バイガイ書画冊、バイガイが書いたノートであります。でここにこう字があって、これをアップしてみますと、ここに気象とありますね。陶器商って中国の陶器商というのは文人の画ということを初めて言った人です。それまでのいろんな絵画、画院といいますか宮廷絵画とか何とかと比べて、いや文人の画というものがあるというね、文人画という言葉をまあ作った人でもあるんですよね。その陶器商のこの書がありまして、それを梅外が写しているわけです。ですからなんで並んでるんだと皆さん思われる方いるかも分かりませんが、そういう非常に大きな価値があって、ここに気象と書いてあって、あこれを見ただけで、あそうなのか、その中国と日本の文人画の交流、その動きというものが一挙に浮き上がる、非常にもう重要なこの書画冊であります。ぜひこれももう一度会場で見ていただけたらと思います。それから新南品、長崎、さっき言いましたね、長崎に来た新南品ですが、これはね今度平井研究員がなんか南品をキーワードに語られると書いてありますから、もうここは簡単に省略して平井研究員にお任せします。私はもうあんまり話しません。新南品の来日は享保16年1731年、帰国が1733年で、わずかまあ1年10ヶ月しか滞在していないですね。で当人屋敷で暮らして、唯一の日本人で雄飛という、これは日本人です。雄飛はね、熊代彦の神と言います。雄飛という中国名を使ったんです。教えた一人だけなんで弟子はね。雄飛の弟子が今回
会場に並んでおりますが、総主席はないんですが、森蘭斎閣邸総主席というのが、まあ割と昔はそのサンバガラスとも言われたんだけども、この頃ちょっとまた研究が違ってきてますが、まあこの辺り、特に森蘭斎は夕日の娘と結婚して大阪へ来ていますから、ここは重要です。ここが一番の正統派なんですよね。この新南品からの正統派なんですが、まあこういう人たちが活躍して日本に写生というものが、さっき有山応挙につながるその大岡春木の写生ということを言いました。あそこで日本の神経図というものが始まりますが、さらにそれがまた違った形で精緻な写実的な作品となって展開するのが、この新南品の来日以後ということになります。みんな驚いたんですね。南品すごいなということで、こんなものは日本にはなかったと、まあ、こうなっていきましたから、これがまあその新南品、前期というか出ておりましたか、この間は。いや、これもう会場にないのかとけしからんという人は、千億博古館に行っていただいてですね、あちらの方に、千億の方に並んでおりますので、ちょっと千億も並べたいと言って、でこちらにまあ最初並べて、あとは千億で見てほしいと、まあ、こういうことのようであります。まあ、大きな緻密な絵画であります。でこれは新南品が中国へ帰ってからの帰国後の作品です。新南品ね、わずか1年10日しかいなかった。しかし日本でもう流行になったんですよ。もう南品といえばもう神様みたいにみんな思ったわけですよ。そうするとね、南品も中国に帰ってからもね、いや私の絵は売れる、ね、売れるということで、中国から書いてどんどん送ったんですよ、日本に。当然偽物もいっぱい含まれてるわけです。ね、真似して難品と書いたら売れるんだから。でね、研究ではね、約500点ほど日本に輸出されたと言われています。中国に帰ってから500点ほどですから、日本にね難品とも言えないものもいっぱいあるんですけどね。しかしそれらのものも、私はね若い時はちょっとあちこち回ってね、個人のお宅とか、骨董屋さんとか回って、難品ですよって、あ新難品でもちょっとなんか違うんだと、ダメだなと、偽物ですかと言って、まあバカにしてというかね、はいもういいですと言ってたんだけど、若い時、今から考えたら全部ちゃんと写真撮って資料残しておけばよかった。その要するにね、日本人の画家たちが見た難品はどういうものだったかということですよ。本物を見たんですか彼らは。ねえ、分かんないでしょ。だからそういうものもね、大変ある種価値があるわけでしょ、文化的にはね。なんかちょっとねその辺をね、若い、まだ私も若かったから、もう軽視してた。偽物だ、偽物でも全部写真を撮れって。まず田中一生先生はそうおっしゃってた。若い人が、あこれ先生偽物ですよってバーンと弾いたら怒ったと。何を言ってるんだ君は、贋作といえども資料だと。いやもちろんね、今すぐ作られた贋作はダメですよ。去年どっか誰かが書いたと、江戸時代の絵画、これはダメですよ。だけど同時代およびね、その次の時代までのものというのは、それなりの文化的な経緯があるので、場合によったら大変まあ重要な資料である場合がある。ですからそれはね、なかなか軽視できない。まあ新南品はだから偽物多いんだけど、とも帰ってからどんどん送り込んできたわけです。確定、さっき言いましたね、確定一人、確定とか蘭斎とかいろいろでね、これは江戸幕末頃の絵画だと思うのですが、長崎の東神屋敷、その新南品だから日本にやってきて、なぜ一人しか弟子は生まれなかったのかというと、要するにここから出てはいけないからです。彼らはね、中央から日本にやってくると、この東神屋敷に入ってここから出てはいけないんですよ。周りに塀が巡らしてあって、それはね、それほど高い塀ではないんですよ。だから越えようと思えば越えれる。また実際越えた人もいたというんですよね。夜になったら、余裕になったら越えてね、長崎の町へ出て行って酒を飲んでたという、そういう記録もありますから、越えら、今でもね、もうごく一部が残っています。ごく一部、塀の一部残ってます。ですから見たら、まあ、そんな高くないなと、これは越えれるなと思った。まあしかし越えたところで、まあまあというとこだったんでしょう、その当時はですね。何しろもう外国人の、ね、もう圧倒的に多い町ですから、長崎というのは。この当時ですね、これ、まあ、ちょっと余談になりますが、今から25年ぐらい前ですかね、東神屋敷を私ら大学の先生と調査で訪ねていった。そしたら2つのグループが我々の前に現れて、
先生方ここにトラックの入る道路を引くんだと。え、そうなんですか、許せませんよね、反対です。なる片方の、いやトラックでも入らないと我々商売できない、荷物をね入れることできない、商店の人両方がねなんか我々に訴えてきてね困りましたよ。いやまあ何とも言えない、どちらかを応援するわけにもいかないから、私はもちろんそんなトラックなんか入れるなよと言いたいですけどね、トラックなんか入れてせっかくのこれ大事な遺産を壊してしまってどうなんだと思ったんだけども、まあ言えないし揉めてるようだしね困ったなと言って、まあまあそうですかと言って話してみんなで帰ってきたんですが、どうも道が入ったようですね。あとね大きな、一旦もうああいう大きな道路が入るとね町は壊れていくんですよ。残念でありますが仕方ない。これ森蘭斎の西王墓で撮ります。この桃を持っておりますが、この桃を食べたら長寿、ね、何百年も生きれるんです。そういう、まあ、ちょっと気持ち悪いんですが、なんかねこの顔というか、まあ再起の女神であります。そういうねあの神秘的なものであります。ちょっと立体感がありますので、西洋から入ってきたやはり絵画などの影響もここに出ているものと思います。桃がこう、それから後期に出ますが、もう出てるのか、今現在出ております勝蛇玉、三江水長図、これもこの長崎に入ってきた絵画のずっとそのひ孫にあたる世代なんですね。珍しい作品です。勝蛇玉は8点ぐらいしか世界にありません。アメリカと日本に8点ぐらいしかありませんから。でこれがこれね、私が勤めていたところで、あの私の先生と私とが京都の街を歩いてて、あるところ骨董屋さんで見つけたんです。山水図は初めてです。蛇玉の山水図はありません他に、これが初めて、大変高かったですけど、それなりに、いやまあ美術館が買うなら安いかしらけど、私ども大学のところは図書館ですのでね、図書館が買うにはちょっと高いと言って、だいぶ文句を言われて、いろいろ、こんなもん買いませんよ先生、何を考えてるんですかとか言われたんだけど、結局買ってもらいました。これなかなか値打ちもんであります。まあ中国ではね、あの文鳥明という人がいるんですよ。文鳥明、書家でもありますしね、画家、その文鳥明風ですね、ちょっと私はそう思うんですよね。パッと見た時、あ文鳥明みたいだなと思いました。で蛇玉、前期に並んでおりました蛇玉図、これ蛇玉の由来が書いてある。蛇玉、勝蛇玉という名前、豪です、もちろんね、勝蛇玉というのは蛇が玉をくわえて枕元に現れたという、それから蛇玉という名前にしたというんですよ。ここに蛇が、これよく見えますか、玉がちょっと見えにくいかな、玉持ってますね、加えてますね、まさにその逸話をここに書いてあるわけです。珍しい作品です。というかもう8点ぐらいしかないんだ、見つかってないわけですから、いずれにしても重要です。林良園という人がおりまして、こっちも何席ですが、虎、もう長崎風の虎の形をしてます。こういうなんか尻尾を上げてね、後ろ足を上の方に描くんで、でこういうまあ新南品なんかが入ってきて、基本的にさっきの大川春木からも始まり、新南品の影響も大きかったあの辺りからですね、それで写生というものが日本に今広がっていったわけです。でそこでこれ大口金国という人が何者か分かりませんが、自我釈相図、自我というのはね辞典なんですよ。辞典でね、自我というのは中国の辞典で膨大な量ありまして、そのうち草花を扱った、まあ、植物学の部分ですね、植物辞典のものがこの釈相なんですね。で字が釈相、抜きな海翼という大阪の書家が大字を書いて、そして数十人の画家たちを集めて絵画を描いてもらい、張り込んだ画像にしたものです。それでね、これは狩野英学です。京都京画の第9代の狩野英学です。英学というのもね、ほとんどこれは評価がなくなっていってですね、幕末になくなってますが、ちょうど明治維新の前になくなってます。でただなかなかの画家です英学は。そしてこの同時代においては京都のトップです。京都の狩野派のトップですから、
社会的には当然トップなんです。でしかもね、絵画も決して下手ではありません。かなりの力量の人です。にもかかわらず狩野派ということだったんでしょうか。忘れられていってしまいましてね、私は学生時代ちょっと後に狩野英学調査して明神寺とか回りましたら英学あるんですよ。それでね発表なんかしてましたら、中谷さん何を英学なんか研究してどうするんだとか言われましてね、もっと他のまともなものをやったらどうですかなんか言われたことがありました。しかし今は割と若い人も狩野英学の研究ねやってる人もいますし、なかなかの力量だということは分かってきました。でこの当時はトップです。でこの画像はちょっとこれだけは分かりにくいんですが、会場で見ていただいたら、このもうちょっとこの枠にねきっちり収まった絵画をみんな描いています。あとの30何人か40人は枠にちゃんと、要するにこの大内金国が決めた台紙に描いたものが張り込んであるんですよ。ところがこの英学だけは切れてるでしょこれ。で多分ね、私は思うのはこの狩野英学やっぱ偉すぎるんでね、英学なかなか書いてもらえなかったんじゃないですか。この紙に書いてくださいと持って行ってもね、なかなか書いてくれない。英学先生はやっぱ偉い。それでこれ大口金国は仕方がないから、英学のこれ切れてるからもっと大きいでしょ、大きな絵画を手に入れてこの寸法に合わせて切ったんです。彼が切って一番のトップです。もちろんこの画像のトップに張り込んであるんです。でそういうね、いろんな位置づけもこれを見れば分かってくる。なんだこれは急にと、狩野派の話も簡単にちょっとだけしておきます。文人画といい写生派といい、しかし何といっても江戸時代は狩野派の時代です。将軍お抱え絵師は狩野派ですからね。狩野派が、まあ、いわゆる宮廷画家なんですよ、この時代のね、宮廷画家です。で、そのただ狩野派は、狩野探幽がですね江戸の初期に出まして、そして探幽の後はですね、皆探幽の真似をした手本に従ってずっと幕末まで続いたと。でだんだんと形骸化していって、でそれらのものはもう見るに堪えないということで、ほとんど江戸時代の狩野派というのは、その狩野永徳とかね、元信とかは別ですよ、桃山とかのね、で探幽ぐらいまでは。しかしもうその後の画家、江戸時代の狩野派の画家っていうのはほとんどね価値がないというで、だいぶ捨てられたんじゃないですか、相当も捨てられたんじゃないですかね。でまあ確かにね、大してうまくないものもあるんですが、ただ結構いいものもあります。私は学生時代は、いやそれは岡倉天心が江戸の狩野派をバカにした、批判したからなんだというふうに、もうなんかねちょっとした書いてあるし、もうそうなんだと思ってたんですよね。しかし改めて岡倉天心の本をずっと読んでいますと、そうでもない、いい画家はいいと評価してるんですよ。だからなんか十把一からげに江戸の狩野派はダメだという、何かねそういう誤った情報がずっと若い世代に伝わっていって、それで江戸時代の狩野派はダメだというふうになってしまったんでしょう。この久信なんかもそうですよ、18世紀前半ですからね、まさに江戸時代の中期、くじらず、これ久信というもんです。狩野久信、クジラです、クジラ、珍しい。でね、このこれ並んでます、会場に松本法治、大阪の象クジラズ、江戸時代18世紀で、これ見たらね、皆さん見た人もあるかも分かりません、伊藤若冲のクジラと象図の屏風があるんですよ。だからまあ一つ流れなんですよ、象とクジラをね一対で描くというのは。でね、なんでそういうことが始まったのかということなんですが、一つにはね、徳川吉宗が将軍です、徳川吉宗が画家に珍獣を描け、珍しい動物を描けという命令を下してるんです。これも有名な話です、命令を下してるんですよ。ところがね、で吉宗が言った相手は当然民間の絵師ではありません、将軍に会えるんだからそんなもん狩野派に決まってます、狩野派のトップに行ってるんです。ちょうどその時代、この久信とかなんですよ、ね、で行ったん。ところがなかなかこれまでね、その狩野派のクジラとか象が出てこない。それで若冲とかさっきの法治とか民間のものはそれなりに見つかってるわけですよね。そこでねこれが出てきたん、久信。だからこれ珍しいんですよね。
大きな絵です、大きな絵画ですが、まあ、こういうそれがまあその関連です。そうすると吉宗の言った陳情描けということのまあ流れが少しずつ分かってくるのかということです。大学の授業で学生に見せたら、先生これはクジラじゃなくてモグラですよとか言って、違うって、水があるやん、分かったら沈んどるんだよと、ここの前にこう会う、もう言ってもいやモグラだと僕は思いましてね、頑張る学生も出てきて、ね、えらいことで、もちろん久信はクジラを実際には見ていないと思います。多分ね、版画集とかクジラの絵を見て描いてるから、まあそんなリアルなクジラにはならないわけです、狩野派はね。そういう流れで見ますと、この絵画もなかなか面白いんですよ。面白い、ああそういうことなのか、こっちは民間で広がったんだと、ね、で、上層階級といいますか、狩野派のトップの方でも実はいろいろ書いてたんだ、でも捨てられていったんだろうなと思うんです。なぜ捨てられるかと言いますとね、もう一つ言います、狩野派はね、やっぱり狩野派の代表といったら何と言ったってもうちょっと旗本クラスですから、ね、もう旗本クラスなんですよ、ね、お金もある、だから兵庫がみんな立派なんです。これは明治頃にやり直されたものだと言われてますが、あの立派だからね、明治以降その江戸の狩野派はダメだという噂が広がった時にパッと見て、ああこれ江戸の狩野派だなというと、みんなもう捨てる、捨てなくてもいいんだけど、兵庫が立派だから、兵庫だけ取って中身はもういらんと、標語が別に使えると標語の方が高い、そういうね事態がねやっぱり進行していったのが一つ理由はあると思います。ですから残ってるものが非常に少ないんですよ、意外にね。トップのこの江戸時代の狩野派のトップの方で、まあ人にもよるんですけどね、久信はまあ若字にしましたからほとんど作品残っていないです、あまり見ないです。そういう理由もありました。どんどん捨てられていってこのね標語だけ取られるんですよ。さてここで最も大阪らしい絵画、大阪と京都というけれども一体何なんだそれは。で大阪の一つの伝統、いろいろあるんですよ、もうこれだけじゃないですよ。一つの伝統は戯画の伝統です。戯画、現在のまあ漫画などにつながってくる一つの流れ、伝統が大阪にはありました。江戸にもねクワガタ掲載とかね、そういう戯画を描いた画家は出たんですよ。出たんだけどあまり人気出ないし広がっていかなかったんですね。京都もまあそう取り立ててというとこですが、大阪はまあ与謝蕪村以来、蕪村は京都の人か大阪の人かと、まあ、いろいろ議論もあるんでしょうが、ともかくまあ蕪村の流れが戯画の源流に一つにはあるのではないかというのは、まあこれなかなか難しいんです。ここは、ね、言い切れないんですけども、言い切れないんだけど、一応物の本を読めばね、二朝祭という今回展示されてますが、二朝祭は蕪村の影響を受けて出発しているという文献が出てきます。ですから一応無視はできない。蕪村がこう崩したような絵がありますよ、隅でね、それらは似ています、確かにね。二朝祭、二朝祭の二朝祭って、まあちょっと皆さんピンとこない、あこれタバコ好きの地獄、タバコばっかり吸ってたらこんな地獄、キセルパイプにされてこんな地獄に落ちますよということなんですよね。二朝祭、まあ面白い戯画を描いた岡田米山人という先の文人画家も戯画も描いています。それから後で見ますが玉手当主、これはまたなかなか面白い。それから佐藤魚代、この佐藤魚代なんて聞いたこともない、何者なんだとこれね、と思いきや、しかしねこれはこの大阪の戯画の伝統とかこういうものが理解できなければね、この魚代の絵画を見てもなんだと思ってしまうんですよ。しかしこういう流れがねはっきり見えてくると、お魚代はなかなか面白いなということになっていくんじゃないか。さらにこれは私の自説であまり信を得られておりませんが、菅立彦、近代の菅立彦にまでこの戯画の伝統はつながっていってると、こういうふうに思うわけです。タバコ好きの時刻、場面今変わってますから見といてください。またもうじき変わる、全部で21の時刻、統制時刻が書いてあります。まあ時刻といったって暗くはないんですよね。
いわゆるパロディー風に面白おかしく書いてるわけで、この前に大事がありましてね、これ仏財政の時に地獄というところありと書いてある。で、それは136もあったと書いてあります。でこの頃は学問とかが流行ってみんなが知識を得てきたもんだから地獄を怖いと思わなくなってしまったと閻魔大王が嘆いているというふうにこの書いてある。それであと21が、書いてあるわけですね。歌舞伎役者の地獄は後期に出る予定であります。今まだ出てないですね。ぜひ見てください。歌舞伎役者の地獄、これ歌舞伎役者次入れられるんですよ。釜茹でにされるんで、しくしく泣いてる。次は我々の番か、悲しい。でこれもうすでに譲られてる人、大根と一緒に譲られてるんです。つまり大根役者なんです。この言葉はね、だからかなり古い、ね、古い言葉、もうこんな時代からもうあったのか、ね、大根と一緒に歌舞伎役者に、ああそういうことか。学ぶこと多いですね。これまだ出てませんが、後期にね、大英博物館、ブリティッシュミュージアムはいち早く二調査を集めてますから、日本では全然関心なかったですね、みんな。カナディ本中心ぐらい、今前半部が広げてありますが、後半部が出てます。あれは後半部は素晴らしい。もう前期展覧会来た人は、え、そうなのか。後期も来なければならないと思うぐらい、これはそれを見て初めてあれが分かる。これはぜひ来ないと損です。後期出ます。これ大星由良之助中心蔵ね、大石蔵之助ですが登場しますから、これもね墨でね、こうし兜のところパッと、わかりますか、こうパッと引いてるだけなんですよ。でも綺麗な形がねパッと残ってましてね、何とも言えず、もう素晴らしい。でこういう版画集も出版しました。彼はね、いろいろ出版しまして、これは彼が亡くなってから出たものですが、彼の生きてる間の絵画が版画になって出たんです。これね、絵本国書総目録を見ますと、そしてほとんどの研究者は絵本小鳥遣い、あるいは絵本ことづかいと呼んでるんですね。私は違うと思うんですね。私は絵本古い蝶つがいと呼ぶべきだと思うんです。これはね、ちょっと他のページめくったら分かるんだけど、対象されてるんですよ。臆病者が出てきたら大胆者と、全部こう蝶つがいになってるんだ。だから私はそう思うんだけど、受け入れられておりません、残念ながら。これ金子ね、お寺で金をガン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 と叩いて、まあなんかね、読みますとね、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありといえども、凡人の耳にはただガン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 と響くと書いてある。人バカにしてるのか。まあこういうね、非常に面白い人でありました。亡くなられましたね、飛田幸三先生という方が、考証学でね有名な方がおられましたが、去年おととし亡くなられました。飛田先生によりますと、二朝斎というのはこんなふざけた絵画をいっぱい描いているんだけども、大変真面目な人物であったと、礼儀正しい、むしろ固い人であったということが言われております。そして会場にはこの二朝斎染付院中八仙図八角皿が並んでおります。珍しいです。二朝斎の絵付でね、二朝斎の絵を、まあどっちかでも二朝斎が描いたんじゃないかと思うんですよね。雰囲気がありますからね、染付になっております。どこで焼いたんだと、まあ、いろいろ私の友人たちとも話して、どこで焼いたのかな、伊万里か、伊万里、どうも私はやっぱり京都だと思います。幕図焼きっていうのがあるんですよ。そこの幕図、この近くです。幕図焼きっていうのがありまして、それはね、昔から、そして最近近代までも、例えば近代だったら菅立彦という大阪の画家がいるんですが、その菅立彦なんかもそこで幕図で焼いてるんですよね。ですから
そうするとこれもやっぱりそうな何かね、大阪の画家たちを京都で焼いて大阪で売ったということではないのかなと思うんですが、よく分かりません。持ったらそれなりに重いです。ですから焼き物としてそんなに洗練されてはいないんですが、もう京都で焼いたと思います。わざわざ伊万里でね焼いてとはお金かかることやらんだろうと思うんです。与謝蕪村雪月花、さっきね二朝祭の源流に蕪村があるのではないかと言いましたが、蕪村は戯画をねたくさん描いておりますから、絵画とか戯画とか、まあ戯画と言っていいか分かりませんが、蕪村の場合はまあ絵画風のもの、戯画的なものを描いております。で二朝祭はこういうものに憧れ、そしてもう一つはまあ花房一朝というまあやはり画家がいるんですが、そういうものを手本にして彼の作風を作ったのではないかと思います。まあこれがねだから、まあ蕪村から始まって、蕪村が京都か大阪かはまあちょっと別の議論としましても、ただね与謝蕪村という人は40歳ぐらいまで諸国を放浪してたんですね。そして40過ぎて初めて京都に定住するんですよ。そして結婚するんですよね。で、そのあれから言いますとね、彼は京都で受け入れられたんでしょうか。なかなか京都というところは、皆さんも京都にしたからあれですけど、京都をなかなか外の人受け入れないですよ。簡単にはね、やっぱりしきたりがある。京都はね、大阪はまあ開港都市だから外国人ばっかりですから、もともと古代からだから誰でもだけど、京都はなかなかこうある種良くも悪くも守りが固い。ですから、まあ、40歳過ぎて京都にやってきた人がね、はい、 あなたは蕪村さんですかって言って受け入れられたのかどうかというのはね、非常に問題です。彼はなかなか京都で暮らしにくかったのかも分かりません。ですから彼は60歳になった頃に、この展覧会場の最初のところに本が並んでありますね。夜半楽という本を広げたんです。あれ蕪村の子が書いてるんですよ。春風馬蹄曲、あれは大阪の淀川、自分この人はケマの出身ですから、大阪の後年大阪を歌ったんですね。繰り返し大阪を描き、絵画も大阪淀川に関連するものを描いたんですね。ですから、まあ蕪村はね本当にその京都に馴染めたのかどうか、また京都でみんなに付き合ってもらえたのかどうか。大河と蕪村は合作を作ってますけれども、しかし大河と蕪村はあまり付き合いはなかったんですよ。ですからまあそのあたりですが、まあ蕪村がこの戯画を描くということ、それも何か大阪とつながっていく何かがあるという感じがいたします。でそれをね、今私が話してきたようなことを考えますと、佐藤御大、なんだこれはと、漫画みたいじゃないか。いやそうなんですよ、漫画なんですよ。まさにねその戯画なんですよ。これは大阪の伝統的な戯画なんです。だからこれは面白い。でそこで初めてこれの価値と意味が分かってくるわけで、御大の。でなければこのいろんな文人画や写生画や、ね、狩野派の絵画の中に佐藤御大はボンと置いて、さあ大阪の佐藤御大ですよと言ったって、誰もね何ですかこれはというふうになってしまうわけですよ。だけど今私がね話してきた流れで見ると、なるほど、なぜこの佐藤御大のこれが面白いのかということが分かってくるものと思います。大阪の玉手投手、泣き仁王、仁王さんが泣いてるんです。ね、いかにも大阪らしいもんです。姿で彦近代に入ります。一休と虎、これは有名な話ですよね。一休、殿様が一休に難しい難問を出して、一休お前はとんちがあると聞いている、だったら屏風に書いてある虎を外へ出してこいと、私に連れてこいと言ったんです。殿様が一休何と答えたか、分かりました、やってみましょう。ただその前に殿様、私は縄で虎を縛って連れて行きますから、まずこの屏風から虎を外へ出してくださいと言ったんです。まあ、その有名なねとんちのところであります。漫画風です、姿で彦、もう漫画そのものであります。なかなかその辺が理解されなかった。ガト族は難しい。この展覧会はサロンガト族と入ってるんだよね。ガト族
難しい。平井さんに聞いてみないといかんない。ガト族とは何だ。いや難しい。私もちょっと調べてみたけど難しい。難しいからこれ完全な定義ではありません。あまりこれ広めてもらうと YouTube なんかで甘い回ると困りますけどな。まあしゃあないですか。まあいいですよ。受けて立ちますよ。なんともういうこともない。文芸ではね一定のまあ型がありまして、ガトは古典を踏まえた韻文、例えばね万葉集とかなんかそういうもんですよ、和歌とかね、そういうものはまあをがの世界で、俗は下作を中心とする散文、要するにまあ江戸時代なんか流行ってくる小説ですよ、一般の読み物ですよね。これがまあ俗と、でガト俗というふうな定義が一応文芸では分かれているようです。美術あんまりないんですよね。でそれなりに考えて、まあちょっと仮のですよ、仮のあれですからね、これはちょっと不正確だとかいろいろ後で言わないでくださいね。一応私なりに考えた。画は古典的なテーマ表現などを、まあ有足古実とかね、宮廷に描く絵画とかいろいろあります。俗は庶民生活のテーマ表現など、ね、今回もいっぱい並んでおりますよね。まあ大雑把に言えばね、こういうふうな分け方しか今のところできない。例えばまあお雛様で蚊の映画、さっき言いました京都ね、蚊の方でしょうと映画、大体描かれたもの自体がこんな庶民のものと違いますわね。俗、森地方、稲荷狐図、何が俗なんだ。これはね皆さんよく見てください。ここに丸い襖の障子の、これここの家の主人と奥さんなんです。でちょっとここからね、しめしめ、狐が千両箱を持ってうちの蔵へどんどん入れていってる。この家にね狐が千両箱持ってどーっと入れていってる。やったー、なんでなんだ。自分の庭に鳥居を建てたから、信心深い家だと、というので狐はどんどん千両箱を運ぶんだという、これは何なんだと言ったこの絵はと。でこれは要するにまあ、お金儲けにつながりますね、めでたいですね。大阪の商家とかは好みますね、こういうのは縁起がいいじゃないですか、儲かってというね、そういうものであります。やっぱり俗でしょう、どう考えても蛾ではありません。これを俗。さあ森一方という、青に赤に、森一方なかなかうまいです。いろいろねありますがね、やっぱり実力は相当あるんですよ。後期に出ると思いますが、私はねこの例えばね、皆さんねこの髪の毛をね、この辺見てください。もう写真だからもあれだから、実物をぜひ見て、もうこの髪の毛チリチリっとした、もうこの髪の毛を見ただけでこの画家はただものではないということが分かります。もうあるレベルを超えてる、もうその筆さばきは本当にあの素晴らしい森一方。ただなんかね、下手な絵画もいっぱいあるんですよね。それ偽物なのかというと偽物でもなさそうだ。工房を構えていたというのが一応私の説なんですよ。弟子にいっぱい書かして反応してたのかなという気もするんで、うまいものは相当うまいんですよ。森一方、もかり船、有名な話です。もう大阪で話したらバカにされる。儲かる一方です、ね、儲かる一方だから非常に商家で受けたわけですが、これがね儲かる一方、これね今回のカタログの英訳ですよ。私英訳の仕事を、まあ、やるとなってですね、やった。しかしね、もかり船、儲かる一方をどうやって英語で書くか難しかったですよ。いやこれね何回もこう考えたんだけどいかん。それであのガストル先生、ロンドン大学のですね、今回のカタログのトップに出ておりますが、ガストル先生に聞いたら公約してきた。これ商家で有名であったと。カッティングオブウォーターグラスイズオンザボートインサマー、夏の船に船で水草ですな、水草を刈ること、それは儲かる。で不一貫で、それはお金をたくさん儲けることができるということを意味していると書いてある。まあ、こう訳すのかと思ってね、儲かる一方、ちょっと雑談になりましたが非常に苦労しましたのでね、ちょっと、で儲かる一方、語呂がいいですね。儲かる一方、儲かるな、これはいい。そんなにもかり船が売れるなら私も書いてみようと思って、森寛山という人も書いたんですよ。森寛山のもかり船です。ところがさっぱり売れなかった。
これ森観山でもね、これ並べてこっち左森観山右森一歩大して変わりませんやん、ね、これ実力から言って一方がむちゃくちゃうまいですか、あんなことないの大して変わんない、ほとんど似てますよね。だけど一方はバカ売れするんですよ。観山はダメ、儲かる観山ではもう全然語呂合わせならん、アウトと望月新生先生なんかが書かれてるから、でも私ね全然天気も上がってないし、こんなんひょっとしてこれ前座ものだ嘘なんじゃないかなとある時期まで思ってたよね。儲かる観山なんかないよと、あったんですよ。それがこの儲かる観山の絵画です。出てきたんですね、やっぱりあったんですよね。売れなかったから残りやすくない。中井蘭光の金屏風が出ておりますが、これ金だからなかなか写真撮るのがね難しくてね、こんなになってしまうんですね。ちょっとやっぱりこっちの方がいいのかな。ヒノキの下に鹿、薪の木の下に鹿ということですが、やっぱり南品風です。筆色は全然違います、タッチは全然違いますけどね、図様がね。だからそこの問題もなかなか重要なんですよね。似てる似てないという新南品ほとんど木の下に鹿がいる、まあ、こういうことなんですよね。これをどう考えるかというのは問題はまあ残された問題であります。近代美術にざっと入っていきたいと思います。土方定一は大阪を外しました。小出奈良茂だけまあちょっと評価して書いてますが、あとはアウト、北野常富名前しか出てこない、院展には常富という人がいただけです。それからねもう一つはまあ土方だけじゃないんだけど、深田直上姫泰山野口商品という人は京都でも活躍してるんですよ。ところが京都の絵画史にほとんど出てこない。彼らはね大阪へ行ってるから、あるいは東京へ行った、まあ、京都でいてももう大阪行ったらダメなのかと、まあ、こういうことなんですね。ちょっとその辺がね京都の近代絵画史の見直しということをもう一度やっぱり私はやるべきではないかと思います。深田直上なんか京都で教えてたんや、画学校で教えてたんですよ。それがどうして京都の絵画史から外されてしまうのか、これはちょっとやっぱり考えてみないといけない。竹内栖鳳ね、京都の画家ですね。上村松園、京都の画家です。北野常富、大阪、こう外されてしまってる。でもまあね、作品あの展覧会場で見てください。それはなかなか素晴らしいものがあります。北野常富ようやくこの頃ね少し名前が上がってきました。でも松園と比べたら全然問題にならない。ただね松園はいかにも京都の絵画です。これは私は常富の影響を受けてると思います。松園はね こっち側に寄せた絵画はこれ常富スタイルというんです、大正期のね。まあ、それはいいんですけども、この話前しましたからもうやめておきます。で松園はまあいわばよくも悪くも塗り絵のように輪郭線を描いてその中に色を埋めていくんですね。これが上村松園です。でそれは見事なんですけども、松園もね大河と同じようにどんな鮮やかな色をどこに置いても絶対にバルールが狂わないんですよ。上村松園これはもう持って生まれた才能だと思います。だからバルールの画家と言われる、そこに上村松園の値打ちがあるんです。色をね美人画と言ってもね色をいっぱい使うとねもうバラバラで色が飛んでね前後関係が崩れるんですよ、ほとんどの画家が。ところが上村松園は崩れないんです。そこがね彼のやっぱり色彩感覚のすごいところです。ただ良くも悪くもこの塗り絵のように線描の中へ色を埋めていきますね。ところがね北野常富はちょっと違う。こっちはね線を塗って埋めていくんじゃないんですよ。そのタッチを生かすんです、線描をそのまま残す。だからあの弟子たちに下絵を描くなと言った、ある時ね下絵を日本画は下絵を描いてそれをねすぐ埋めていくけどもやめとけと、そのままぶつけて描いていけと本画でもと常富は言ったんですよ。それは線の力、線の生き生きとした力がなくなってしまうと、そうしないとですねということをね彼は力説したわけであります。だからちょっと性格が違うんですよ。この京都の上村松園と大阪の北野常富は同じ美人画家といっても違うんです。常富はまあ美人画家と呼ばれるのは嫌ってたようですが、しかしまあまあ美人画家であります。ちょっとね性格が違うのでその2人の違いというものもやっぱりしっかりと抑えるとなかなか面白い。それからさっきも出ました姿立彦、狐の嫁入り名品です。これはもう本当に名品であります。ただ
次の講演で明夫先生がこの辺りを話されると思いますから省略いたします。それから深田直上、さっき言いました忘れられた画家です。もう一度復活させるまなりません。日根泰山、日根泰山も京都で教えておりましたが京都画壇からはなかなかそこに入りにくい、外されている傾向が強い。だけどちょっと見直さないといけない、非常にまあ渋い画家であります、文人画家で。次に寄り合い書き、みんなが集まって描く寄り合い書き合作ですね、の意義、文化交流の足跡を明らかにする、文人たちの交流、京大阪の交流、市民社会の成立ということ、みんなが共通の目的を持って、集まって描くという市民社会の絵画である。それがこの大英博物館の寄り合い亀図、なかなか面白い絵画。これ大阪の、ね、画家で四条派、写生派の画家がずっと描いていくんですよ、森派からね描いていくんです。最後にここに亀を描いているのが中村芳忠、これリンパなんで、全然ちゃうでしょ他の人と。これリンパ、一人だけリンパじゃないの、なぜこの仲間に入ってるのかと。おそらくねリンパという意識も弱かったと思います当時はね。あれはね、あの大正時代以後研究者が言い出したことだから、リンパという名称も新しいし、だから当時としてはそんなに仲間、一緒の仲間という意識ですね。だからこういうものがね写生派の中に混じってて堂々と一緒に絵画を描いているというところが、やはり同時代の雰囲気をよく理解しないといけない。これ芳忠の作品、大英博物館から借りてまいりました。平井さんが苦労して借りてきたようであります。なかなか貸してくれそうもなかったものがついに出てきましたので、代表作であります。それで皆さんはこの作品を見たときに何と思われたか。宝珠にいっぱいね、64名が宝珠にこう書いて名前書いて、これは画家だけじゃなくて財界人とかね経済人、いろんな人がこう宝珠を書いて名前書いてるんですよ。でこれこそね本当にその市民社会のあの文人交流の証という絵画ですよ。はっと感動してもらえないと困る。これはこれ見て なんだ宝珠って書いてるな、落書きみたいだな、これじゃ困んねん。これ見てああそうかと思った人はなかなかです。それはなかなか、これ見てねやっぱ驚いてもらわないと困る。そういう意味です。非常にこれはね意味があります。さて伊藤若冲、まあ京都大阪、今私話しますが京都大阪をつないだ淀川を描いて、また彼自身が木村喧嘩堂との関係もありますから、天明の大火で焼け出されて喧嘩堂のところへやってきますのでね、そういう京大阪の文人交流の一つの要の人物でもありました。それからこれが後期に出ます。この場面が何話及びここに、そのさっき私が言った見たものを書いたと書いてあるんですが、淀で終わってるんですね。淀、今淀は、まあ、ちょっとね古いものはもうありません、残念ながら。でもかつての淀は城、お城があってこれだけ栄えた城下町だったんですよ。淀ってすごい文化都市なんです。しかもこの淀はこちら淀が下っていきますと大阪です、すぐ大阪です。こっちは京都でしょ。つまり京都と大阪との中間点を押さえてたのが淀なんですよ。でその意味で、非常にまあ何というのかな、淀という位置づけと、淀で今日はもう話しませんが、淀で、育った長沢芦雪という人が京都の画家として語られているんだけれども、そうなんですかと私が、問いたいのはそこに理由があるわけです。さて時間もなくなりましたが、最後に簡単に京都と大阪の少し悲しい話をして終わりたいと思います。それはね文人画の、まあ、一つの方でもあります、合木乾燥絵巻です。展示されております。合河と木河は中国の川です。これは黄河の支流でなくなりましたが、中国の川を思うと書いてある。近所で半水が友達を待ってと書いてある。ここで船遊びをするんですね。岡田藩校の絵画ですが、大川淀川の支流です。ここで船遊びをするんですが、大阪城、これ網島のとこですね。京橋からこっちが来たところ、網島のところ、夜の大阪です。でここに、ね、詩が漢詩を入れてるんですよ、岡田藩校がね。例えばちょっと概略まとめました。藩校は友人の半水と
大川で待ち合わせ船遊びをした。夜の大川ではまるで料亭の灯火が空に映って星空になったように美しい。二人は月の光のきらめく大阪の夜を楽しんだと、まあこうなってるんですね。これが書いてあって、そしてこのこれ今も最近浮かべてますね、この船提灯つけて大川に。そして網島に至って流れが急になりまして、そして自分のこの船の前の景観地はまるで揚子江、長江、中国の川長江のようで、その雰囲気を私は一人独占すると書いてあるんです。中国の川と淀川を重ねて描いてるんですね。でね、何が京都と関係あるのかと、大阪の時中国の話じゃないか。この画館はこの船遊びをした後、藩校がこの友人の藩水、何者か分かりませんが友達ですね、藩水にあげるんですよ、送るんです。藩水ありがとうとこの思い出をもらったんですね。ところがそれから十何年かしまして藩水が亡くなります。藩水が亡くなった後、その藩水の家が落ちぶれていくんですよ。お金がなくなっていくんです。そこで藩水のその子孫はこの絵を売りに出したんですよ。お金がない、だからこの絵を売って、で岡田藩校っていうのは当時高かったんですよ。江戸時代ものすごい金額ですよ、それなりの金額です。で売りに出した。でそれをね、どうしても欲しいと思った大阪の儒者で学者が、あの画家がいました。それが藤井蘭伝という人です。で藤井蘭伝はどうしてもこの画館が欲しい。なぜ彼がこれ欲しいと思ったかと思うと、さっきの豪木乾燥という大事ですね、あれを広瀬局僧、大分の一つ局僧が書いてるんです。で広瀬局僧は藤井蘭伝の先生なんです。自分の先生だったんです。だから自分の先生が今から10年前に大事を書いたこの画館どうしても欲しいと思って、彼は金策をして回って、あちこち回ってお金を集めて、やっとの思いでこれを買い取るんです。で買い取った蘭伝は喜びさんで、局僧先生のところに行って、先生10年前に大事書かれましたよね、今度は私に罰を書いてください、後ろにと言って頼んだわけです。そして分かったということで、局僧は最後に罰を書いたんです。今日はちょっと映しませんが、罰を。で今私が話している内容はそこに書いてある。そうで、で藤井蘭伝はやっと手に入れて、ところがこの画家の運命がいろいろありまして、藤井蘭伝は皆さんはね、新選組というのは京都ドラマ見てるとみんな京都市内をやってるじゃないですか。京都市内で新選組、大阪も出張ってきてるんですよ。大阪に出張所作って大阪でもかなり新選組は動いたんです。それで藤井蘭伝は尊王派だったもんですから、新選組に追われるんですよね。追われて追われて逃げ回るんだけども、しかしついに天王寺の茶臼山、あの他のところ美術館があるところ、あの茶臼山で新選組に追い詰められるんです。そして捕まるんですよ。そしてそこで拷問を受けて、翌年獄で亡くなったんです。それはちょうどその彼が亡くなった翌年は明治維新だったんですよ。まさに幕末最後の時にそういう形で彼は命を落としました。で、まあ文人画というものはそういうね、さまざまな思想なり物語、そういうものが一枚の絵画の中に閉じ込められて入っているものなんですよね。で、それをね、最も従前に展開したのは江戸の後期大阪でありました。大阪、あるいは私の考えでは大分の田野村築田あたりがやはり深いかなと思います。ですからそこにね、文人画の面白さというのはそういうことがあると思うわけです。そのあたりぜひとも作品を見ていただいてと考えております。以上です。ありがとうございました。本当に、展覧会担当として耳の痛いところがいっぱいありましたけれども、いわゆる先生がお話しくださったのが本来展示室にないといけない解説であったりとか、そういうことですけれども、今のお話聞いていただいて、多分展覧会見ていただくと全く違った様子で展覧会ご覧いただける方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。本当に実はこの
講演会の前に僕別の先生からお電話いただいてちょっとお話してたんですけど、ちょっと詰めすぎとるなみたいな内容をちょっと詰めすぎてもうなんか大変なことになっとるなみたいなことをおっしゃっていただいて、本当そうだなと思って、僕も結局それを解説しきれないままに今至ってますので、ちょっとそのあたりで感じていただけない部分があったのかなと思いますけれども、先生が今きれいに物語のように語っていただいたことが全てでありますので、本当にいろんな宿題といろんなご指摘をいただいたなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。展覧会まだやってますので、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。